今日はもう終わったら帰る。水中トラック競技は国際日常戦少年 P 女子 100m 競争準決勝です。準決勝は3組行われ、各組の2着までと3着以下上位記録2名が決勝に出場できます。決勝は本日15時50分。この種目のいや、それはないなと思ってます。出場選手、準決勝第1組レーディーにご紹介いたします。第2レーン、吉岡さん、麻生と北中学。第3レーン、林さん、洛北中学。第4レーン、吉田さん、西条陽高校。第5レーン、姫野さん、京都橘高校。第6レーン、今井さん、洛北高校。第7レーン、吉田さん、西条陽高校。第6レーン、今井さん、洛北高校。第7レーン、尾崎さん、同志社中学。永見さん、洛北中学。第9レーン、池田さん、洛北高校。以上8名の出場で女子 100m 競走準決勝の第1組です。